休み宿題のワークを終わらせたいです。今日はクリスマスイブです。家族みんなで買い物に行き、お家でごちそうを食べます。楽しいことが待っていると勉強がはかどります。今日の朝ごはんはトーストでした。今日は大好きなアニメを見ながら朝食をとります。スパイファミリーです。この動画がアップされる時にはスパイファミリーの映画が上映されていると思います。このヘアピンはみゆちゃんとお揃いです。髪の毛をケアします。春から中学生になるので髪の毛を少し切ろうかと思います。冬休み中には前髪を作りに美容室へ行きます。成功したらいいと思います。ボタンの留める位置が違うことに気づきました。この可愛いクリップはダイソーのものです。机をきれいにします。片付けをしていたら1億年くらい前のカイロが出てきました。1時間後くらいに家族と買い物に行くので準備していきます。ほぼ100均のものです。詰めていきます。ショッピングリストを書きます。できました。春から中学生になるので自転車を買いに行きます。それからお父さんたちの行きたいお店に行き、私の行きたいところへ行きます。私の行きたいところは100均、セリア、キャンドゥ、GU、文房具屋さんです。1階へ行きます。髪を結んでもらいながら宿題をします。今お母さんがテレビで駅伝みたいなのを見ていてすごく熱くなっています。それでは今から行ってきます。バッグを忘れていました。マフラーをして無印で買いました。ジャンパー着て、お父さんの準備が少し遅かった。あと3分かかるらしい。いる間、生きている樹脂が持てそうなものを紹介します。ダイソーの保湿リップです。とにかく髪です。2つ目はハンドクリームです。だけ可愛いし、いい香りですし、寒い季節にぴったりです。ルマナウです。家で冬休みの宿題のワークを終わらせることができなかったので車で宿題をしました。買い物のついでにピノを買ってもらいました。めっちゃ美味しそうです。スローでもう一度。この時はまだ気づいていません。救出しました。お父さんに一つちょうだいと言われたのであげます。必死に見せようとしています。ゲーム機みたいです。ゲーム機は DS しか持っていないから嬉しいです。お昼ご飯を食べに来ました。うどん屋さんに来るのは久しぶりです。いただきます。今からクリスマスケーキを作ります。クリスマスイブイブにスポンジケーキを作っておいたので、あとはデコレーションをするだけです。昨日の自分に感謝。帰ってくる時に車を用意したので少し昼寝をしました。だから少し寝ぼけています。編集しているのは12月31日の大晦日です。それなのに宿題が一つ残っています。積みました。私春から中学生になるんです。それで冬休みの宿題で卒業文集が出ているのです。私の友達は冬休み前日に終わるスターらしく、マジで積みました。卒業
業文集に何を書けばよいのか、お姉ちゃんに聞いてみたら、陸上競技会に出たことを書いたよと言われて、でもお姉ちゃんの友達は修学旅行のことや運動会のことについて書いていたらしいです。私もそうしようかなと思いました。マジで今年中には終わらせたいです。ずっと後回ししていた自分が憎いです。愚痴ってたらケーキが完成しました。途中で生クリームが足りなくなった割には良いと思います。夜ご飯の盛り付けもします。この日はみんなお腹が空いていなくて、チキンなどは食べませんでした。こんな夜ご飯があってもいいと思います。テーブルのセッティングもします。これがバイなんでしょうか。入刀の儀式を始めます。さらに傷がつかないようにします。みんなにケーキ美味しいと言ってもらいました。吉井さんの気持ちがわかる日でした。すごく美味しかったです。今日はすごく充実した日でした。あとは寝るだけです。今週もご視聴ありがとうございます。おやすみなさい。